いただきますようお願いいたしますオンラインでご参加の方はチャットからのご質問をお願いいたしますそれでは日本代表選手団メダリスト記者会見を始めさせていただきます登壇しているメダリストをご紹介いたしますアーチェリー競技男子団体銅メダリスト川田裕樹選手でございます 同じく古川高晴選手でございます。同じく武藤博樹選手でございます。はじめに各選手よりメダルを獲得し一夜明けての感想をお願いいたします。最初に川田選手からお願いいたします。え皆さんこんにちは、えー、川田由紀です。 えー、一夜明けての感想は、えー、今でも本当にメダルを取ったのが夢のように感じてます、えー、このメダルずっと眺めちゃってるんですけど、えー、昨日のメダルを取った瞬間から本当にずっと興奮してて昨日の夜も眠れな,んかなかなか寝つきが良くなくてあの興奮してましたけれども、えー、朝起きて。えー ようやくメダリストになったなっていう実感とともに、えー、まあ明日から個人戦もあるんですけどそこに向けて、えー、頑張らないとなっていう、えー、気持ちでいっぱいですありがとうございます続きまして古川選手お願いいたします古川ですよろしくお願いします、えー、昨日の夕方にメダルを取ってから本当にたくさんの方からあのメールとかメッセージとかいただいていて100件以上メールいただいていてで。 全部返信したりするのに34時間かかったんですけど改めて実感するのはそれだけ多くの方々に支えられてここまで来れたんだなというふうに思いますまず一番身近で支えてくれた家族ですしその次に普段見てもらっている監督コーチもずっと支えてくれてましたしそれから一緒に練習している仲間 近畿大学職員の方々それからアーチェリーを知ってくださっている方々僕を知ってくださっている方々からたくさん応援していただいて今ここにいれるんだなっていうふうに思って本当にそのメールの数を見て感謝の気持ちがたくさんあります。で団体戦でですけどロンドンド個人… 個人で銀メダルを取れた後次は団体でメダルを取ってみたいなというふうに思っていてで今回東京という舞台で、東京オリンピックという舞台でこの3人で団体戦でのアーチェリーでは初めてとなるメダルを獲得できて本当に素直に嬉しい気持ちでいっぱいです。 えーえー、昨日、えー、団体戦でメダルを取りましたけど明日からまた個人戦が始まるので、えー、今日から始まってますけど僕の競技は明日なので今、少しこう嬉しいというか気持ちがちょっと、えー、ふわふわしてるというかぴょんぴょんしてるというか浮、えー、ついているところですけどこのままでは足元を救われてしまうような気がするのでしっかり気持ちを切り替えてまた明日戦闘モードになるように今日気持ちを切り替えて明日臨みたいと思ってます。 ありがとうございます。それでは武藤選手お願いいたします。はい、武藤弘樹です。よろしくお願いします。えー、まあ、正直自分が昨日メダルを取って、えー、夜寝るまで本当にあっという間だったなっていう感じです。なんかえもうこんな時間みたいな感じで、あの本当に時が過ぎるのが早くて本当に興奮してて、まあ、全然寝れなかったですし、あの今日こう皆さんの前でこうやって話してるのもちょっとなんか。 夢のようなというかこ,うあこんな風になるんだっていうそのちょっと現実味がない感じというか,だからそういう感じで今、本当に、まあ、心がふわふわしているというか、まあ、嬉しい気持ちでいっぱいですね。で、本当に昨日まあ試合で最後あの、まあ、みんな声がしわしわなんですけどあの声出して頑張ってあの近くでずっとあの田中監督やあのユンコーチサ分さん また女子の選手があの本当にあのずっと声を上げてあの応援してくださったのがあのまあ本当にすぐ近くで応援してくださってたのもそうですし SNS やあのメールなどであの僕らにエールを送ってくださった皆さんのおかげであの取れたメダルだなと思ってます、えー、さっき古川さんがあのおっしゃったようにあの僕もたくさんあのお祝いのメッセージをいただいてあのまだ返しきれてないぐらい本当に いただいてあのもう本当にたくさんの人のおかげで今日メダルを取ってこう皆さんの前にあの立つことができているんだなとあの実感してますそれだけ本当に多くの人に支えていただいたというのが僕としても嬉しいですし あのまあ、皆さんはあの武藤がメダル取ってくれて嬉しいと言ってくださいますけど僕は本当にあの皆さんが応援してくださったことが嬉しいですしあの皆さんにいい姿をお届けしたり感動をお届けすることができてあの僕の中でのあの一旦の目標は達成できたかなと、えー、思ってます。あのそうですね、特ににオリンピックに出るっってていうことが決まってからこう小学校の の友達もう何十何年ぐらいあの連絡取ってない子とかからいっぱい連絡が来るようになったりしてあの本当にいつもの応援してくださっている方以上になんかみんなが見てる試合なんだなっていうのはもうひ,しひしひしと感じていてその,気持ちも込めてあの感謝の気持ちも込めて打った最後の1本でもあったので。 あのまあ、そういう形で皆さんにいい姿をお届けできたのは本当に良かったことだと思ってますしあの日々、一緒に練習してくれているあの子供たちだったりあのまあ会社に行った時に応援してくださっているトヨタの皆さんだったりあの本当にこう応援してくださる人の数がすごかったので今回は本当にすごくその応援の力というものをすごく感じた試合だったと思います。 またあ僕も明日からあの個人戦がスタートするのでそこに向けてもう一度気持ちを作り直して、えー、しっかり自分のやることをやって、えー、悔いなく終われる試合にしたいと思ってますありがとうございましたそれでは質疑応答に移らせていただきます質問の際は私から指名させていただきますのでご所属お名前を明らかにされた上でご質問をお願いしますまたオンラインでご参加の方はチャットからのご質問をお願いいたします 質問の冒頭には選手団会見用の登録 i d 番号ご所属お名前の三点を記入し続けて質問を記入の上ご送信くださいそれではご質問のある方挙手をお願いしますその後列の黒いシャツの方共同通信の吉田と申します本日あの昨日本当におめでとうございました 3人にお伺いできればと思うんですけれども、あのコロナ禍で国際大会がなくなって、なかなか昨日のようなこう一発形式の実戦のこう機会が非常に日本だと少なかった中で、まあ昨日は見事にこう勝負強さを発揮されてメダルを勝ち取ったわけですけれども、何かそういったことをこう補った皆さんの取り組みだったりとか、要因だったりとか、そういうのをお話しいただけたらと思うんですけれども。それでは、えーっと、川田選手よりお願いします。 はいえー、そうですねこのコロナ禍でなかなか国際大会も開催されなかったんですけれども、えー、僕たち、6月に韓国でアジアカップがあって、えー、そこに韓国チームを出場するということで、えー、派遣してもらって、えー、試合をしましたけれども、えー、そこで結果、韓国にそのアジアカップ負けてしまいましたけれども、えー、僕個人として えー、個人戦で韓国の選手を1人、えー、倒すというか勝つことができて、えー、それがすごく自信につながる試合でそういったコロナ禍の中でも、うん、得たものはすごく大きい試合だったのでこのオリンピックにすごくつながったのかなというふうに思っていいまますすありがとうございます古川選手お願いします。 昨日の試合中に放送を聞いてて僕らもびっくりしたんですけど団体の日本の今世界ランキングが22位っていうふうに聞いておととし2018年3年前ですね3年前はもっと上位に5位とかそれぐらいにいたと思うんですけどその22位まで下がった原因が2019年20年21年ほとんど19年19年 19年後半から20年に大会にほとんど出てないからそこまでランキングが落ちてしまったということだと思うんですけどそれぐらい大会国際大会で出れてなかったんだなと思いましたけど、えー、先月の韓国遠征の後の合宿の時にチームのミーティングする機会があってその時に団体戦の練習って基本的には えー、もう僕,らで僕らでただ点数を取るだけなんですけどそれ以外に僕らが3本打って、えー、別の大会の海外の選手の映像を、えー、すぐ手前に流して相手が3本打つのを見て今度こっちが3本打ってまた向こうが3本打つ映像を見てその点を取 対戦相手仮想の対戦相手との点数の勝負っていうことを、えー、パッとそのミーティングで思いついてそれを実際にあのしていたので、まあ、臨場感っていうのは確かにその実際に試合をするのよりはもう全然かけ離れたものですけど相手が高得点を打ってきた時にあちょっとやばいかもでも頑張らなきゃっていうような心構えとかそういう、えー、実践がないにして ない中で少しでも実践に近づける苦労っていうのはしてきたと思います。三人とも武藤選手、川田選手も、まあ僕もですけど、他二人の選手は経験が全くないわけではないので、世界優数、優数、世界優数とかユース世代。 ジュニアキャデット世代から国際大会にずっと出てきた選手なので経験が全くないわけではないので今までの経験を2人も知っているでしょうしそこに僕の経験も伝えることで国際大会に出れなかった参加できなかったことをカバーしてやってきたつもりです。ありがとうございいいいまますす武藤選手お願いいたしは お二人が挙げたようにやっぱり6月の,あの韓国でやったアジアカップで、まあ、実際にあの韓国チームと戦って、まあ、今回、オリンピックではま惜しくも負けてしまったんですけれどもあのしっかり戦うことができたのがあの大きかったかなと思っててそこでやっぱり実戦形式というかまあ本当の試合であの勝つか負けるかでメダルの色が変わるとか。 あのまあ、ここで負けたら終わりっていうその状況下で一度その強い韓国と戦えたっていうことがあの一番大きかったかなと思ってますでまあ皆さん,あ皆さん <laughs> あ今2人が言ってくださったようにあの本当にこう3人で、まあ、コーチも含め4人であのたくさんミーティングして、まあ、どうやったらこれより強いチームになれるかなっていうのを話しててただ点数の,その数字の意味での強いチームじゃなくて こうそれぞれの信頼感であったりとかどういう人かを知るとかあのこう点数とか数字だけに見えない部分でもっと強くなろうと思った部分も大きかったと思うのであのチームビルディングを行ったりだったりあのさっきの実戦形式の練習であったりそういうところを考えながらあの本当に本番を想定してあの勝負できたあ練習してきたというところがありがとうございます。 それではオンラインでの質問を一つ入れさせていただきます読み上げ希望されているので代読させていただきますスポーツライターの小林さんからです競技場の風が難しそうですが昨日は風を把握できたのでしょうかという質問でございます、えー、順番に河田選手からお願いできますでしょうかはい、えー、競技場の風なんですけど僕が一番手でシューティングをしてたので必然と風を読まないといけない 立場だったんですけれども、うん、風が上あ前から後ろから左右、もう全部からなんか吹くような感じで風自体、そんなに強いわけではなかったんですけれども方向がすごく変わる中で、えー、シューティングをしなければいけなかったのですごい、うん、難しいといえば難しい風でした。でそのうまく 風を読んでも自分が緊張しちゃってミスをすることもあって後ろの2人に風,を風の方向だけ伝えるということもありましたし2人から風のアドバイスを受けることもあったのでそういったチームワークを発揮しながら風への対策っていうのはしていました。 ありがとうございます古川選手いかがでしょうかはい風は確かに行ったり来たり右から左から前から後ろからだったんですけどそこまで強くはなかったので基本的にちょっと右に狙いを外すぐらいでしたそれと観客席の上に国旗が並んでいますけどそこの旗を見ていたら的に向かって右後ろ的に向かって立った時に右後ろから吹いてくるような風が 基本的な風だったのでそのででそ風を読んでいました一番手川田選手が風読みをしてくれて、まあ、その風読みの失敗も時々あったりしましたけどそれをきちんと、えー、僕は聞いてであ川田選手こういうふうな状況でこういうふうな風読みをしてこういうふうに入ったんだな10点入ったんだなミスしたんだなということを判断して僕も風読,みに風読みをしていたのですごく参考になった風読みでした。 あえっと僕は3番手ということで先にあのお二人が打ってその情報をもらった上で僕が1本打つので僕は一番風の情報を頂い,いてたので、まあ、もちろん難しい場面ではあったんですけど本当に2人が上手に読んで、えー、くれたのでそれであの僕も当てることができたので。 あの難しかったんですけど本当に2人の,その風読み能力のおかげであの僕は当てれたのかなと思ってます。まあ、これが団体戦の良さでありあの、まあ、チームのチームワークであり本当にその風の難しいところなんですけどあの、まあ、そ,のそれをそれぞれの得意分野で補い合えるというところが本当にいいところだと思うので。 あのまあ風は難しい車上ではあるんですけれどもあのそれぞれのあのいいところであの補い合って読めたかなと思います。ありがとうございます。お時間の関係であと一つか二つとさせていただきたいと思いますが会場からいかがでしょうか。前列の女性の方。先 NHK の中村と申しますおめでとうございます。今回あの無観客での開催になったことについて。 試合への影響でしたり思いなどありましたら教えてくださいそれでは武藤選手から順番にお願いいいたしますはいえー、無観客っていうことであの、まあ、僕は初めてのオリンピックだったのでたくさん観客が入ってやってるオリンピックを僕は体験したことがないのでこう違和感だったりとかあまり僕は感じなかったんですけど。でもこう いろんな人からメッセージをいただいてあのほんその生で見たかったなっていうのは本当にたくさん言っていただいてそう,そう言われると僕も確かにみんなに見てほしかったなって思う部分はあるんですけれどもでも、まあ、ネットの前だったりテレビの前で本当にみんな応援してくださってたのでそれは本当に、まあ、ある意味こう今だからこそみんながどこでも見ることができたのかなっていうのはあります。で無観客だっったんですけど本当にあのずっと 僕らの試合中、僕らもすごい叫んでましたけどあの女子選手だったり女子コーチそして田中監督があのずっと大きな声で声援を送ってくださってたので本当に心強くあの打つこともできましたしあの僕ら3人そして後ろに立っているキム・サンフンコーチ以外の。<laughs> チームジャパンで全体で戦ってるんだなっていう風うに感じることができたので無観客ではありましたけどもチームジャパンの強さをあの感じることができたのであのそこは良かったかなと思ってますありがとうございますそれでは古川選手お願いいたしますはい、無観客での開催ということで僕はすごく違和感がありました過去の大会からであれば入場する前にたくさん観客が入っているのが見えて うわすごい人入ってるっていう状況の中でこうドキドキしながら入っていくんですけどえ入場の前にも観客席にはほとんど人がいなかったのでなんかオリンピックだけどオリンピックじゃないような,なんかこうアーチェリーの小さい国際大会やってるような感じなのかすごく違和感のある中での大会でした。ただああのの会場えと決勝の会場場決勝ができる前あそこは ただのさらちさらちっていうんですかね何もないところからあれだけ本当に立派な会場を作ってくださったので初めてあそこに立った時にすごくたくさんの方が関わってくださって携わってくださってこの会場が出来上がったんだなっていうふうに思思いいをを皆さんの思いを感じました、えー、僕らアスリートも、えー、もしかしたら中止かもとかっていう報道がある中で、えー、でもやっぱり。 アスリートとしての務めは大会があるものだと思って準備しなきゃいけないと思ってましたけどそれはあの会場に立った時にあの会場を作ってくださった方々も一緒だったんだなって思いました本当にあるのかどうかもわからない会場開催されるかどうかわからない会場を作ってもしこれ中止ってなったらまた解体するのかよってなってしまうかもしれないあの心持ちで作ってくださったと思うんですけどそんな。 いろんな方々の思いが詰まった会場でプレイできたっていうことがまず本当に感動しました。で無観客であったんですけどたくさんの方々に応援していただいてその会場に携わってくださった方々の思いも感じ取ることができたので今こうしてここに首からメダルかけてこうしてお話できているんだと思うので。 応援してくださった方、支援してくださった方、会場とか携わってくださった方々すべてに感謝したいです。ありがとうございます。それでは最後川田選手お願いします。えー、まあ無観客の中でのオリンピック、僕は、えー、ロンドンオリンピックとリオオリンピックを、えー、動画でずっと見て。 んですけれどもやっぱその僕の見てきたオリンピックは観客がたくさんいてですごい声援の中で試合をしてるっていうオリンピックでしたで、えー、僕がこのオリ東京オリンピックの選考会が終わってからも、えー、観客がいることを想定して、えー、いろんなメンタルトレーニングとかもしたんですけれども。 やっぱ観客がいることを想像したら手から汗が想像するだけで出てたんですけどいざ会場に立ってみると、えー、無観客ということで、えー、日本のチームあとは対戦相手のチームぐらいしか観客席にいなくてすごいなんかちょっと寂しい思いもあったんですけれども、あのー、たくさん SNS や、えー、動画あとは いろんなサイトからオリンピックのをテレビの前で応援してくださってる方がいるっていうことを試合が終わった後や試合が始まる前に応援してるよとか頑張ったねっていう言葉をいただいた時に本当に観客席にいなくてもいろんな人から応援してもらえたんだなっていう思いで今います。 直接見ていただかなくてもテレビの前で本当にアーチェリーアーチェリーってやっぱ他のスポーツに比べたらマイナーな競技だと思うんですけれどもそれをテレビとかで見てアーチェリーやってみたいっていう意見というかアーチェリーやってみたいっていう言葉が SNS で見たりとかしたのであ こうやっててテレビを見て僕たちの活躍を見てアーチェリーやってみたいって思ってもらえたんだなってすごく思ってそのアーチェリーの普及にもつながったことが本当に嬉しくてあのいろんな人に感動とか勇気とかをこのコロナ禍の中でも与えれたのかなって僕たちのスポーツの力っていうのを少しでも見せれたのかなっていう,ふうに思ってます。 ありがとうございます次最後の質問となりますオンラインからスポーツナビの平野さんあの時間の関係上どなたか1名ご指名の上質問をお願いいたします平野さんはい、聞こえますでしょうかはい聞こえますあ、スポーツナビの平野ですえ今川田選手にちょっとお答えいただいたのでお二方にちょっとお伺いしたいんですがもし一人であれば古川さんにお願いした、はいんですが えーまあ、今回、メダル獲得ということでアーチェリー、本当にあのアピールする機会を得たと思うんですけれども今後のまあアーチェリー界どういうふうにしていきたいのかどういうふうになってほしいのかというところを教えてください、お願いします古川選手、お願いします、はいえー、この東京オリンピックで、えー、アーチェリー結果を出してかっこいいところを見ていただいて、えー、ロンドンオリンピックの後に、えー メダルをっって帰ってきて帰き見てるこっちが緊張したって見てるこっちが呼吸止まったよっていうふうに言ってくださってそれがアーチェリーで感動を与えることなのかなと思ったんですけど今回武藤選手のあの最後の一本皆さん見ていただいてたらもう皆さん呼吸止まってたと思うんですけどそれがアーチェリーの魅力なのでこれはなかなか一般の 日本の小さい試合ではなかなか見せれないんですけどオリンピックでしかこういう緊迫した状況というのは伝えられないですけどそれでもアーチェリー面白いなっていうふうに思っていただいた方今回いらっしゃると思うんですけどぜひ面白そうだなと思っていただけたら1回やってみてください。 本当に難しいですけどその難しさが癖になって難しさが魅力の一つですのでぜひやっていただけたらと思います。で僕らがこうやってメダルを取ることができて今後どういうどうすることが普及につながるかというと僕らは結果を出し続けてもっとアーチェリーの魅力を 伝えていくことだと思うので僕らは明日から始まる個人戦もですし今後この先ある大きな大会次のオリンピックでもしっかり結果を残していきたいと思っていますありがとうございましたそれでは以上で記者会見質疑応答を終了させていただきます川田選手、古川選手、武藤選手の個人戦でのご活躍も記念いたしますこの後は準備が整い次第フォトセッションに移らせていただきます 新型コロナウイルス対策のため今お座りの席からの撮影とさせていただきますのでお席の移動はご遠慮ください準備ができましたらお声掛けいたします選手の皆様そのまま はい、ではフォトデッションの方を変えさせてもらいます。まずシールの方からお願いします。 ありがとうございます。そしたら、あの、後ろのムービーの方ですね。まず、センターのカメラからお願いします。センター、お願いします。はい、ありがとうございます。じゃ、向かって。はい、ありがとうございます。そしたら、向かって一番左手のカメラに目線をお願いします。 続いてその右側にはいありがとうございます。ではセンターを飛ばしてそのさらに右ですね。右から二番目のカメラお願いします。はい最後一番右のカメラお願いします。 大丈夫ですかねはいありがとうございますそしたら以上でフォトセッションの終了させていただきますありがとうございました